これはね、もう、メインストーリーしかやってないのに、もう2章まで来てるんですよ。第1部、2章。これって今回、主人公って4人いるんじゃないですか。で、何章まであるんだろうって思うんですけど、で、他の龍が如くの作品って、大体、トータルで12章、13章。まあ、マックスで確か16章ぐらいだったのかな。なんで、これ、4人もいれば、だいたい1人当たりのストーリーは、4章か5章がマックスだと思うんですよ。なんで、もういきなり2章なんで、もう、サブストーリーそろそろやりたいなって思うんですけど、というか、この2章からできるのかな？3は3章から経った気がするんですけど、2章からもうやりたいですよね。どんどんストーリー進んじゃうと、ちょっとやれなくなっちゃうんで、今回この4に関しては、ちゃんと一人一人のサブストーリーをちゃんと拾っていきたいですよね。だから最終決戦向かう前に、せめてサブストーリーだけでも全部、全員分コンプリートしたいんですよね。まあ、ここのコンプリートはミニゲームだったり、こういうのはまあ、最悪 もう前回みたいにもう何十パーセントぐらいまで達成して、あとは最終決戦行ってからって、やっていいと思うんですけど、サブストーリーはね、全部やりたいと思うんで、なんで、ここでもしスカイファイナンスに戻ったらいきなりまたストーリーがどんどん進んじゃう可能性があるので、ちょっと、今回に関してはサブストーリーも探しながらで、ゆっくりやっていきたいと思うんですけど、この子なんだ？ 何見てんの？ どうやったらキャバ嬢になれるんだろう？ キャバ嬢になりたいの？あれ？聞くだけ？ 聞くだけか なんだ。多分ね、この緑色のポッチ、この三角のやつって、大した情報ないかもしれないですね。この青色のやつはちゃんと、経験値もらえるやつなんで、キャバクラを探す男。これからキャバクラ行こうと思ってるんだけどさ、今朝、急いでたから適当な服着てきちゃった。ああ、あんまり受けが良くないだろうな。ん？準備できるアイテムの中には、身につけることでキャバ嬢の好感度がアップするおしゃれアイテムも存在します。へえ、すごいな。これらのアイテムは、ブランドショップや質屋など様々な場所で手に入れることができます。ほう。服装についてのいい反応が見られない場合は、これらのおしゃれアイテムを、身につけて会いに行ってみましょう。好感度がぐっと上がるかもしれません。覚書に追加されましたね。いや、男は外見じゃない。ハートだ。このまま行くぞ。でも、プレゼントぐらい買っていこうかな。いや、外見も大事だよ。特にキャバクラに関しては。経験値500。はい。ということで、ちょっと、あれ？何？ もう出たよ、チンピラ。待てや。今てめえ、こっち見て、笑いな。笑いやがったな。いや、別にお前のこと笑ってねえよ。さっきのキャバクラの話で笑ったんだよ。ああ、言いがかりだ？何反抗してんだ、こら。じゃあどうすんだよ。ヤクザか。ん？ほら。残念だったな。こいつ HP 長えな、いきなり。おお、ただのチンピラなのに。HP 長くね？ちょっと待って。秋山さんね、これ足の技すごいよね。いやー、なかなか楽しい。うら、おお、こいつ、やりよったな、お前。ふざけんな。うわ、うらうら、力を。で、拾って、うら、おお、なんで麻痺してんの？うら、あと一人か。よほ？ガードしてんの、お前。ガードしてんじゃねえよ。うら。立てよ。お、なんか光ってる。なんか光ってる。ただの看板か。よっしゃー。いくらくれるんだ？
こいつの口やべえな。なんでそんなに強いんだよ。まあ、それは強いよ。俺が悪かった。言いがかりつけて悪かったよ。お詫び渡すから。何？タフレス Z。仕方ねえな。一通りあっちこっち探してみたんだけど、全然出会えないな、サブストーリー。もしかしたらこれ、まだできないのかなって思うんだけど。じゃあ2章からじゃないってこと？まあ、だからもうとりあえず、スカイファイナンス行くしかないね。こういうのっかの鍵取って、事務所に帰ろう。ないね、本当にない。帰ろうか。確かこの道だったな。これって、セレナの裏口じゃない？これ。セレナと同じビルになってんのよ、これ。ただいま、花ちゃん。待たせてな。いるのかな？そもそも。ん？外出してるっぽいね。相変わらずやる気ないな、秋山さん。だらしね。うん、お弁当置いてある。社長ちゃんと食べてくださいね。優しいじゃん、花ちゃん。しかもこの弁当、なんか2500円ぐらいって値段って書いてあったけど、高そうだね。何の弁当だ。おい、すげえ。すっげえ。油固まっちゃってるよ。油固まっちゃった。じゃあ、昨日の夜の弁当ってことかな。秋山さんが警察署に行ってたからね。何するんだろう、これから。昼寝すんのかな？タバコか？ん？ん？あれ？ライター、ライター。ライターはない。あれ？特選カルビ弁当だって。そんな書類の中に入っておるわけないでしょ。ん？お？昔の写真か？秋山さん？真ん中の。いや、髪の毛今の方が似合うんだけどね。そんな過去があったんだ。ちゃんとスーツ着て仕事して。なんでホームレスになったんだ？お？すみません。びっくりした。ああ、すみません。お客さんですか。びっくりした。急に。どうぞどうぞ。しかもなんか、怪しいな、この女。あの。ちょっと怖いね、はい。スカイファイナンスって、こちらでよろしいんでしょうか。うん。ああ、ここちょっとわかりにくい場所ですもんね。どうぞどうぞ、おかけください。お客さんには丁寧だね。タバコの吸い殻めっちゃある。捨ててよ、ちゃんと。怪しいな、この人。なんでサングラスかけてんの？はい。ご融資のご相談でしょうか？ええ。まあ。そうなんだ。あれ？この女なんか、さっき、秋山さんが見てた写真の、あ、それそれ。あの。同じ人？はい。タバコ、吸ってもいいでしょうか？タバコ吸うんだ。はいはい。どうぞどうぞ。すいませんね。接客はいつも、ジムの女の子に任せっきりなもんで。こういう時、気が利きませんで。おう、へえ、ん？大女優？なんて名前だ。どうぞ。すみません。はい。
ご融資の件ですが。あ、はい。それなんですが。うん。あの。ええ。こちら、あの。何なんだ、早く言ってよ。保証人や担保なしで無制限にお金を貸してもらえるというのは本当でしょうか。ああ、どっからその情報。無制限ですか。どちらでそのような話。本当にね、言えないと。まあいいでしょう。多分あなたへの融資を断った同業他社の方にでも聞いたんでしょうから。ああ、うちの店は金貸せないけど、あの店なら貸してくれるかもよって。どうせ他にもいろいろ吹き込まれたんでしょう。ちの店は同業の人たちにはあんまり評判良くないでしょうからね。そうだね、序盤からチンピラチンピラに絡まれて。てかライターないんじゃない。で、おいくらほど必要なんですか。あの、いくらだろう。あの、ライターをお借りしてもいいですか。お客さんに借りるか。おお、やっと吸えたって感じだね。気持ちよさそう。キャバレ大女優。キャバレ大女優。ん？ああ、いや、カムロ町にしては変わった名前のお店だなと思いまして。今、あなたが働いてるお店のライター？あ、いや、そうではないんですけど、以前、そのお店にお世話になっていたことがありまして。キャバ嬢だったんだ、この人。そっちの業界、長いんですか？ええ、まあ、へえ、それなりに。で、いくら必要なんですか。とりあえず、いくら貸してほしいのか言ってくれなくちゃ、こっちも話のしようがないんで。そうだね、相当な額なんじゃないのかな。1億。ん？現金で1億円。現金で1億円。10日以内に私に融資していただけませんでしょうか。え？女一人で1億何使うんだ。はい、保証人はいません。担保？ありません。それはどこ行っても無理でしょう。保証人なし、担保なし、それで現金一括で1億円ね。あんたさ、自分の言ってることの意味分かってんの？いや、そうだな。やっぱり無理ですよね、そんな話。そうですよね。すみません。いや、私どうかしてました。この話忘れてください。いや、早まるなって。まだゆっくり話聞けてない。お時間取らせてしまって、すみませんでした。それじゃあ。ちょっと待った。ん？貸さないとは言ってませんよ。貸すの？まあ、ゆっくりお茶でも飲みながらお話ししませんか。貸しちゃうの？秋山さん、1億円現金で。どこにそんな金入れてんだ。では本題に入りましょう。当店でのご融資にはテストを受けていただく必要があります。テスト？はい、このテストでお客さんの信用を測らせていただきます。私の信用を測る。そう、これは当店の融資の際に必ず行うものです。ある人には1週間老人介護をしてもらい、またある人はカムロ町のゴミを全部拾ってもらいました。すげえ、なんでそんなことやんの。
ある女性には風俗店で働いてもらったこともあります。へえ。優秀の額や優秀の条件によって難しくなります。そしてあなたの場合はそりゃあめちゃくちゃ難しいんじゃない？かなり厳しいテストになると。はい。ただもし私のカステスト合格できたら、あなたの言った条件、金額でお貸しすることを約束しますよ。すげえ。どんなことやらされるんだろう。へえ。以上が当店からの条件です。テストに合格しなければ融資することはできません。合格って、さっき10日以内って言ってたけど、つまりあなたすぐにお金が必要なんだよね。はい。急いでるんだよね。はい、そうです。でもテストに受からなかったら時間の無駄遣いになっちゃうわけなんだけど。そうだよね、受からなかったらどうします？それでもテストを受けてみますか。テストってなんだそもそも。いきなりお茶2杯出されてる。何、酒の一気飲みみたいな感じになってる。はい。おお。やらせてください。受けるんだ。本当にいいんですね。私にはもう他の選択肢はないんです。お願いします。何をするつもりなんだ。そのテスト受けさせてください。すごい覚悟を決めた顔をしてる。そのテストって何なんだろうな、気になるな。了解しました。ん？電話が来た。ちょっと失礼します。はい、話す。誰から電話？はい、スカイファイナンスです。木戸ちゃんか。あの、秋山さんですか？木戸ちゃんか。お前、無事なのか？今どこにいる？カムル署です。金村の親父の一件で、ついさっきまで取り調べ受けてました。ほうほう。金村の？どうしてお前が？俺が第一発見者だったんです。事務所に帰ったら、親父が殺されていました。おお、そうだったのか。実はこっちもあれからいろいろとあってな。ところでお前、もう新井さんの件は知ってるのか？ええ、杉内って刑事から聞きました。俺にはもう何が何だか。そうだろうな。よし、直接会って話をしよう。後で時間作れるか？はい、俺も秋山さんに聞きたいことがありますんで。わかった。悪いが今接客中なんだ。10分ぐらいしたらかけ直しくれるか？わかりました。それじゃ。いやー、なんかお客さんがトラブルに巻き込まれちゃったみたいですいませんね。いえ。で、さっきの話ですが、10日以内に1億円必要ということで。はい。了解しました。では、お手数ですが、また明日ご来店ください。少し、私の方でもテストの内容を考えさせていただきます。あ、まだ決めてないんだ。ほう。はい。テストは明日から早速始まりますんで、その心構えでご来店ください。わかりました。ほう。今から考えるんだね。それじゃあ明日。待ってる。ご来店お待ちしてます。丁寧だね、秋山さん。だって自分何の利益ももらえないんでしょ、金利なしで。あの、お名前
お名前聞いてもよろしいですか？リリー。リリー？リリーと言います。本当か？リリーさんですか？それは本名？それともお店の名前？言わないとダメですか？苦笑い。いい顔してんな。明日のご来店お待ちしてます。はあ、リリーね。今から電話か。俺だ。いきなりで悪いんだけど、明日から店に一人新しい女を入れる。やっぱりキャバクラ？キャバクラやらせんの？リリちゃんに。ま、女が来ればの話なんだけどね。ん？ローテーション？そんなものはうまくちょちょいと回してよ。どっちにしたってこれはオーナーの俺の決定だから。オーナーなの？お店のオーナー？へえ。そう、頼んだよ。それじゃ。さて、あの女どうすんだろうか。花ちゃん後ろにいるんじゃん。花ちゃん帰ってきたね。あ、社長、やっと帰ってきたんですか？おかえり。花ちゃん、やっと会えましたね。で、お、アジトが使用可能になりました。へえ。アジトね。アジトにいる間は体力が回復します。はいはい。さて、街でも散歩してくるか。街に散歩？ほう、花ちゃんと話せんのかな？話せない？なんで？花ちゃん、何やってんの？え、なんで？せっかく会えたのに、なんか読んでる。漫画？雑誌？仕事しろよ。じゃあ一旦ソロ出るか。出て、え？何？あ、びっくりした。なんかまたストーリーが発生したかと思った。これ、マジでセレナと同じビルだね。セレナ行けんのかな？あれ？電話が来た。あ、木戸ちゃんかな？もしもし。俺です。秋山さん。今、時間いいですか？ああ、大丈夫だ。少しお話ししたい、ん？お話ししたいことがあるんです。ちょっと、会いませんか？いいよ。どこで待ち合わせる？そうですね。劇場前のビルでどうでしょう。人に聞かれたくないんですよ。劇場前のビルね。赤いビルです。赤いビル？ゲームセンター的な感じ？映画館の向かいにあります。そこの屋上で落ち合いましょう。わかった。赤いビルだな。はい。それでは、お願いします。はあ。劇場前の赤いビルへ向かおう。はあ。なるほどね。こっから、あんのかな、サブストーリー。だって、これ以上行ったら、今までの流れで言うと、もう、また次のショーに行っちゃうんじゃないかな。いやー、ちょっと街の散策もしてから、木戸ちゃんの、え？誰だ？誰だ？はい、秋山ですけど、あなちゃん。どうした？あ、社長、よかった、すぐに捕まって。何？どうしたの？お客さんが来てるんですよ。お客さん？なんか、訳ありそうなんで、すぐに戻ってきてもらえますか？わかった。ちょっと待っててね。どういうこと？お客さん。あれ？マップを見たら、木戸ちゃんの方はピンク色光ってるので、あれはメインストーリーのはずなんだけど、じゃあ今のお客さんってなんだろう？いやー、でも気になるんで、多分メインストーリーじゃないと思うんで、ちょっと戻って様子見てみようかな。忙しいな、秋山さん。で、なんだ？誰だ？あ、社長！さっきからお客さんがお待ちですよ。電話で言ってた人ね。あ、そうね、わかった。誰？
誰？すみませんね。お待たせしちゃって。それで、今日はどういったご用件で？お、金を借りに来た男。あなたが秋山さん。ここって、無理して金貸してくれるんだろ？まあ、そうだね。いろいろと条件はあるけど、で、あんた、お名前は？塩原。塩の原って書いて塩原。それで、いくらまでなら貸してもらえるの？いや、敬語使えよ、敬語。金貸してほしいって、ここに来たでしょ？なんでタメ口なんだよ。塩原さんね、まずどうしてお金が必要か聞かせてもらえる？お金、お貸しするかどうかはそっからってことで。いやー、ちょっと前に、親父から引き継いだ印刷会社を倒産させちゃって。はあ。それで今度は自分の会社を一から作ろうと思って。ほほ。父親の会社を倒産させた？どんな儲けを出しても赤字続きでさ、あとはリストラするぐらいしか方法がなくって。でもさ、リストラなんて良くないでしょ？なんで目つぶって言ってんね。瞑想かよ。まあ、もともと潰れかけてた会社だったし、社員をリストラするぐらいなら思い切って倒産させた方がいいかと思って。なるほど。無理に会社を残すために誰かをクビにするなんて卑怯だと思うんだよね。そこで、自分で経営失敗の責任を取って会社を倒産させたってわけ。その方がみんなもすっきりするでしょ？そうなの？なるほど。典型的な二代目って感じだな。昔の会社のことはいいでしょう。今は新しい会社を作ることの方が大事なんだから。で、お金貸してもらえるの。それが人にお願いする態度か？まあ、貸してもいいんだけど、いいんですけど、銀行は貸してくれなかったんですか？いや。なんか審査に落ちちゃって、新しい会社の業務内容を教えろって言われてもさ、まだ決めてないから、ウェブ関連ってだけで、そりゃ、業務内容とかいろいろ、業務フローとか決めてなかったらもう、そりゃ貸してもらえないでしょ、銀行は。まだ何も考えていないと。秋山さんの顔。なに、ここも計画書とかが必要なの？待ち金でしょ？違うの？いや、まあいいか。それで、どれぐらい、ご入用で？そうだな。300、いや、500万円貸してくれ。だから、敬語。態度。500万。どうしてそれだけ必要かは、聞いても無駄だろうね。まあ、いいんじゃない？ 500 万円。融資しても、無担保で。てか、利子もないのに、どうやって食っていけるんだろう。本当に不思議だな。マジ？本当にいいの？ただし、今から言うテストに合格したら、だけど。テスト。やるやる。どんなテストか知らないけど、何でもやっちゃうよ。いいでしょう。会社を作って社長になりたいんだよね。だったらテストとして。お？何？これで、ビジネスの仲間を3人集めてきてな。社長の名刺10枚集めてきてみな。キャバ嬢アフターに誘って連れてきた。どっち？どれ？キャバ嬢の方が難しそうだね。キャバ嬢だな。キャバ嬢をアフターに誘って、この店に連れてきてもらおうかな。キャバ？いいの？女落とすだけで500万円も借りれるの？いや、お前落とせんの？そんな格好で。でもなぁ。あなたなら簡単でしょ？何か問題でも？いや。ほら、先立つのも、もう先立つものがなくてさ、お金結構かかるじゃん？キャバだとさ。残念だな、お金さえあればすぐにでも連れてくるのに、小指一本でキャーンって感じだよ。しょうがないね。じゃ、知り合いのキャバクラ紹介するから、俺につけといていいよ。
ピンクドールにある、ん、スウェートって店、秋山って言えば通じるから。え？お金がないからできないんでしょ。だからお金の心配をしなくていいようにしてあげる。どうなの？できるの？ああ、だったらすぐだよ。ナンバー1を連れてきてやるよ。いやー、自分の顔を鏡で見てみろ。それじゃちょっと行ってくるから、500万円用意しといて。いや、まだいいかな。すげえな、こいつ。社長、社長、話聞いてましたけど、本当にあんなのに貸すんですか？絶対に会社なんで作れませんよ。花ちゃんもそう思う？実はね、俺もそう思ってんの。口だけっての？ああいうやつ、最近増えたよね。最初から貸す気はなかったんですか？だったらどうしてあんなテストをしたんですか？テストに合格したら貸すよ。でもね、世の中そんなに甘くないってことも教えてやんなきゃ。でももしかしたら万が一ってことも。大丈夫だって。口先だけのやつだとしたら俺のテストに合格できるわけないんだから。それにしてもなんでキャバクラになんで行かせたんですか？遊んでくるだけじゃないですか。初めて行ったキャバクラでさ、いきなりアフターに成功するなんて普通できないよ。できるとしたら、よほどの金持ちか、口がうまいか、どっちか。でも彼は金がない。だったら、勝機ゼロじゃないですか。わかんないよ。もしかしたら、一発逆転があるかもしれないし。そんなの奇跡ですよ。こういう勝負時に奇跡を起こせるなら、これからも奇跡を起こせるんじゃない？運も実力のうちでしょ？そうかもしれませんけど、あの男に奇跡が起きたら、私は今後二度と神様なんて信じませんからね。すごいな。お、戻ってきた。どうだった？